コンビ、エグジットの過去、投稿炎上が止まらない。広域強盗事件の指示役、ルフィと見られる渡辺優樹容疑者、38との過去の接点を報じられ、県金大樹、31が騒動に。1日に、自身の YouTube チャンネルで過去に知り合いだった子、と認めた上で、すでに10人以上接点がないことを断言。今回の強盗事件にも一切関与していないと断言したが、今度は SNS の過去投稿で炎上中だ。2013年に自身のツイッターで、よく女の子の腕の骨へし折ってたなーてー、あそこのプリクラの機械、何回も壊して出禁になっているなどと、犯罪自慢と誤解されかねないツイートが発掘され、改めて批判された。これに、献金は、ヤンキー代、霧だったと釈明。それは何を言っても事実だ。とさ、出てしまうので言い訳しません。そして鎮火させようとも思っていませんし終わらすつもりもなく、事実を知り、対誤解している方から説明を求められたからしたまでです。とした。さらに、ついに騒動、相方、リンダロウ。にまで波及する事態に。14年に、ツイッターで、俺、これからも猫蹴るし、プロハインな、医師、ファンに手出すし、陰口クソ言うね、と投稿。7日から拡散したことで批判が寄せられ、リンダロウ。は9日までに、当該投げ、子を削除した。炎上したやりとりを見れば、ネタや、芸人同士の悪ノリに思えるのだが、被害の全容が見えない、広域強盗事件の影響もあり、批判は止まない。過激なキャラ設定での発言と擁護する声も、ある一方で、冗談の範疇を超えている、本質は変わらないのでは？などと厳しい声が強くなってしまっている。しかも、今飲食店などへの迷惑行為の SNS 投稿が社会問題化し、SNS のマナーに世間は厳しい視線を向けている。2人のツイートが余計にクローズアップされてしまっている芸能プロ関係者、9日、2人は木曜 MC を務めるアベマ、変わる報道番組アベプラに出演。迷惑動画騒動で、デジタルタトゥーが残ってしまうことに、献金は僕も10年前ぐらいのこととか今でも批判が来ますから。献金見てたら、うんか、と思うんで。今後も僕が発信していくとい、うのも手なのかなって。ずっと残るよ、ってと、自身の経験を再発防止に生かす考えを示した。